スコット・アダム・ライスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州シミバレー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2016年現在は、独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションに、所属。1999年の MLB ドラフトで、ボルチモア・オリオールズから一巡目指名を受け入団。2006年まで所属したが、メジャー昇格には至らなかった。2007年以降も、 メジャー各球団のマイナーリーグや独立リーグでプレーを続けた。2011年にヨークレボリューションでプレーした。2012年はロサンゼルスドジャースの参加でプレーした。2013年ニューヨークメッツのキャンプに招待選手として参加。オープン戦での高騰が認められ、苦節14年にして初のメジャー昇格となる開幕ベンチ入りを果たした。そして、 同年4月1日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューを果たした。2014年オフに FA となったが12月10日にマイナー契約で残留した。2015年12月14日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。2016年5月4日に解雇となり、6月10日に独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。ありがとうございます。